こんばんは。あなたの脂肪が90日で10キロするピタゴラスマキオです。90日で10キロ痩せましたピタゴラスマキオです。本日はですね、ダイエットスタートして91日目ですね。昨日で90日目は終わったんですが、これはですね、私は生涯を通して貫き通すプログラムなので、今後も継続してやっていきます。で、今日はですね、90日間頑張り抜いたご褒美にですね、フィットフォーライフでは封じられているステーキをですね、 250g がっつりと食べてきました。自分に対してのご褒美ですね。やっぱり食べたいものを我慢するのは良くない。自分へのご褒美で食べる、たまに食べるのはとってもいいことであると思います。やっぱり肉は美味しかったですね。ただし肉を食べたですね、すんごいおならが臭くなります。今までですね、野菜中心、フルーツ中心ですら匂いはほとんどありませんが、肉はですね、やっぱ腐敗をしてしまうので、これはちょっと今後考えようかなと思っています。はい、じゃあ続きですね、まだまだ続きます。フィットフォーライフより引用して、それでも肉を食べたい人について、私に当てはまる、メッセージを今日はお伝えしていきます。もしあなたがですね、どうしても肉を食べることを続けたいのならばですね、その悪影響を最小限に抑えるための3つのアドバイスをいたします。まず1つ目ですね、高級な肉を扱っているお店を探すことですね。食肉用のですね、動物に与えられるですね、化学物質は極めて危険であります。その中にはペニシリン、テトラサイクリン、抗生物質の一種ですね、セシウム137、放射性物質も含まれています。で、汚染された下水の塊ですね、放射性核廃棄物、動物を太らせるために使った薬品、その他、動物をですね、食肉として売るために用いた多量のですね、化学物質や抗生物質が含まれている可能性があります。その上、腐敗によるですね、悪臭を減らし、死んだ肉特有のですね、灰色を赤い色に変えるため、これらのですね、食肉は必ず硫酸ナトリウムの中に浸されている事実があります。それではですね、アドバイス2つ目ですね、肉や魚は1日に2回以上は食べないようにすることですね。肉魚は1日に、2回以上、2食以上は食べないということですね。肉や魚をですね、1日2回以上食べるとですね、消化のために莫大なエネルギーが必要とされるため、排泄作業やですね、体にとって重要なですね、その他の機能のために十分なエネルギーを残しておくことができなくなってしまいますね。肉や魚を含む食事は1日の終わりの方に取ることですね。夜ディナーで取るのがまあベターですね。そして一度肉や魚を食べたらですね、その後の数日間は肉や魚を食べないようにすることをお勧めします。最後にアドバイス3つ目ですね、正しい組み合わせで食べることですね。肉や魚はですね、正しい組み合わせで食べたとしても体にとってかなり、消化で負担をしますね。なるべく消化の過程をですね、複雑にさせない方があなたのためにも私の体のためにもとってもいいということですね。それでも肉を食べたい方はですね、これらの点をですね、3つの点を注意して食べるといいでしょう。でもやっぱり我慢は良くないですからね。で、今後もですね、また続けていきますね。明日もまたよろしくお願いします。ちょちょー。